今回のテーマは、ゼロコラボ復刻記念ということで、天のドレスとは何ぞやに触れます。ついネロ採用決戦兵器ママ。天のドレス。アインツベルンに伝わる魔術霊装。倒したサーヴァントの魂を格納するスペースみたいなもんだぜ。ちなみにステイナイトやゼロなどの系譜にある世界のアインツベルンは、ラインの黄金を保有していて、天のドレスもラインの黄金星っぽいんですよね。属性が黄金らしいからな。でも保有してると不幸な目に遭う呪いのアイテムだぜ。もともとラインの黄金を保有していたジークフリートが、FGO のマイルームでアインツベルンを気にかけてるんですよね。アハトウとアインツベルンの不幸は、大体ラインの黄金のせいなんじゃないかという最有力説好き。プリア世界のエミア帝は、ラインの黄金による資産を切り継ぐが捨てたか破壊したか誰かに押し付けたかした結果、一軒家で暮らしてるのかもしれませんね。金持ちになっても不幸になるんじゃ意味ないから是非もないよぜ。天のドレスは、リズ、ことリーゼリットが、イリアに着せるための調整役ということらしいです。漫画版でリズが、イリア用の天のドレスは、3番目のドレス、と言ってたりするのが、妙に気になるぜ。漫画版は原作に沿いながら、原稿の解釈をキノコに確認しながら書いてるから結構気になるところですよね。配布の天のドレス愛理の絆霊装でも、天のドレスは大聖杯の聖余に用いるのが本来の機能だと言ってます。聖杯の化身のように愛理は、サーヴァントとして権限してしまったので、自然と天のドレスを身にまとってるようです。本来アインツベルンの対岸を叶えるべきホムンクルスは、アイリじゃなくてあの子、イリアだから、天のドレスはイリアに継がせるもの。でもアイリは、ドレスの形をした呪い、だと言います。だから母親としてイリアには残したくない。ゼロコラボ得意点を無理やりこじつけるなら、アイリのその、自分がイリアの代わりにドレスを着る、という、願い、を叶えた結果生まれたのかもな。汚染された大聖杯っぽいといえば大聖杯っぽいですよね。なお基本、シロウにもミユにも温厚なアイリが、FGO マテリアルで、とりあえず死んでくださる。と切れ気味な反応を唯一示す男がラスプーチンだ。異世界で謎の田中さんを引き連れて、冬の街をさまよっていた娘に激辛麻婆ラーメンを食わせてぼったくる男に対する正しい反応なんだよな。さてヘブンズフィールルートの終盤、イリアも天のドレスを着るのだが、その意味は、わからーん。あいえ、なんで、なんでわからん。というのも、最終決戦前に、シロウがイリアとさよならした後、ブルールートだとイリアが天のドレスを持ち出して、造剣の最後を先祖ユステイッサが見届けて、シロウを天の外の神の摂理を持って助ける。だがキノコはインタビューで、本来、桜に対する罰としてシロウ死亡エンドのノーマルしか考えてなかったんだけど、ブルーも付け加えた。その際、シロウを助けるために天の外の神の摂理を行使するためにイリアが出てきたんだ。それが第三魔法です。第三魔法がフォーリナー技術かどうかは知らないけど、魔法を鵜呑みにするなら、あれも天の外の神の摂理なんだろうな。神秘にとらわれる必要がない。よくわからないからこそのデウスエクスマキナ。でも、だからこそよくわからないんですよね。ぶっちゃけわかりにくかったから、設定を変えて、また劇場版用にアインツベルンの設定掘り下げたんだと思うぜ。うん、どう設定刷新があったのかも順を追って見ていきたい。最初にイリアとアインツベルンの後付けを掘り下げたのがフォローアタラクシアのイリアとのイベント、メモリー、です。セイバーがイリアが切り継ぐとアイリの娘だと気づかなかったのも、汎用ホムンクルスだと勘違いしてたからって言われてたんだぜ。フォローアタラクシアの時点で、イリアの母、アイリも第四次聖杯戦争に参加した、という設定がある。フォローが2005年10月28日発売。ゼロの1巻が2006年12月29日発売だから、フォローが先なわけだな。だからアイリが大聖杯に取り込まれるということは、それほどおかしな話でもないわけだな。アンリミテッドブレードワークスアニメのイリアの回想も、フォローのメモリーを踏襲しています。この設定通りだと、むしろゼロコラボのように黒化した聖杯によって造剣が斬殺される因果応報エンドの方が道理が通るんだよね。ここ黒アイリがどうとか言われてるけど、ああ、
これ。設定通り、なんすよ。大聖杯にユスティッサが組み込まれてるんだけど、そのユスティッサの人格が消失、魂が消化してしまったとキノコの一問一答でも語られてたんだ。本編でも、ユスティッサじゃなくてこの世すべての悪に汚染された聖杯の慣れの果て、であるとアイリが語ってるからね。ユスティッサはイリア、アイリの先祖だからね。ゼロコラボの黒聖杯は、アイリスフィールの殻、を、被ってるだけと言えるのかもしれない。アンリマユは、なし、であって、あくまで、殻、を被ってるだけだからな。話は変わるけど、この、星々の果て、を目指した断末魔が、フォーリナーやらベルバーやらい星の神やらが、関わってる今ちょっと気にかかるぜ。第三魔法は全てこのためかもしれないな。で、ユスティッサが消滅したのはわかるんだけど、じゃあヘブンズフィールでエリアが造剣を正気に戻させようとするとき、ユスティッサブルノは、縁起、ってこと。いやコンマテだとユスティッサが消滅した理由をキノコは明確化していない。第三次聖杯戦争でユスティッサの魂を消化に至らしめたのがその時に召喚したアベンジャーを取り込んでしまって方向性が変わったと仮定する。じゃあ、アベンジャーが呼ばれず綺麗な大聖杯が人理の及ばないところにあるのなら、そこのユスティッサは無事じゃないかと。アポクリファのアニメ版だな。あのアポアニメのユスティッサは、人格を再現した端末のようなものらしいけど、カルデアジーク君も端末らしいからね。到達者の願いを叶える無職の方向性、であるけど、人格が喪失したとかそういう印象はないんだよね。アポアニメのユスティッサ。もしかするとヘブンズフィールでエリアが、ユスティッサの代弁をしてるのも、人理の裏側の大聖杯からインストールしてるのかもな。劇場版でどうなるか楽しみだぜ。マシュが、ゼロコラボやプリアコラボを経験してないんじゃないかってことを二部二章で指摘されてたよな。アイリなりプリアエリアと黒なりがカルデアにいたなら、人内にも、あのエリアさん、みたいな態度になると思うんですよね。本来、そのための選択肢、だからな。話は変わって北斎体験クエストだが、BB は役割を押し付けられそうになったらしい。異星の神は認識操作ができることは、セイレムの頃からほのめかされてた。だからマシュも藤丸さんも、コラボの記憶をいじられて忘れさせられてるのかもしれないぜ。あと FGO 世界だと聖杯は魔力リソース、レベルキャップ解放アイテム、みたいにしかマシュは認識していないように見えるんだ。でも実際は造剣とユスティッサは、魔法、天の外の神の摂理、を実用化して、宇宙進出の礎として大聖杯を作ったように見える。まあ不老不死にしたかったというアポクリファで天草のやろうとしたことの方が近いけど、あくまで魔法、のための大聖杯、なんだよな。そしてロマには冬季の大聖杯を、イレグラー、のように語っている。オルガ所長も得意天賦で大聖杯に驚いていた。ソロモンは少なくとも大聖杯が、第三魔法で人類を進化させるためだって知ってたのに棄却したわけで。マシュが第三魔法と冬季の大聖杯の本来の使い道を知らない、オビ、の子供であることが重要になってくるんじゃないかと踏んでるんですよね。アポクリファコラボでマシュを連れていけなかったのも、彼女が大聖杯の中に入っていたら、疑問、を抱くからなんじゃないかという気がするぜ。あとはエリが天のドレスモードになる前に、保護してダヴィンチが精密検査、している、洗脳かな。ロマニコとソロモン王に自由、は、なかったらしいから、終章での決死の覚悟を大事にしてる人も多いだろうからロマニが悪いと思いたくはないぜ。でも、今この時にゼロコラボ復刻も何かしら伏線に繋がってくると信じたいところです。そういうわけでゼロコラボ前のおさらいでした。ご視聴ありがとうございます。